えー、今日はね、12月27日、えー、木曜日、夜のね、9時15分です、はい。今日のね、買ったもの紹介、こちら、えー、っと、Amazon で買いました。こちら。じゃじゃん。懐かしの、えー、機動戦艦なでしこの、えキ、ー、シングですねで。発売が98年です。で、ちょうど、まあ、10年前になりますね。 えー、主題歌と、と、劇場版の挿入歌とか入っております。えー、こちら新品で購入いたしました。なかなか新品では潜ってないんじゃないでしょうか。さすが Amazon。えー、なぜね、えー、今回、この古いシーディスと言って悪いですけども、えー、なぜしこのね、この You Get to バーニングを買ったかといいますと以前あのー、スタジオのねキングスーパーキングスーパーライブかあれで松沢由美さんかな確かがえー、夕月バーニングを、えー、歌っていましてそれで懐かしさでね買ったということです な,なぜこう懐かしいかと言いますね。まあ当時ですね、えー、パチンコでやってましてね、えー、まあ数は、入ってる台数は少なかったですかね、2台とか3台でしたけども、割と、えー、大当たり引いた機種じゃないかなって思います。えー、その時にね、当たり、大当たりすると、遊月バーニューが流れておりました。 やってね、もう一度聞きたいなと思ってアマゾンで調べて新品でやったんで、えー、購入してみました、えー、これの前にね 8cmCD って昔の方のやつがあったんですけども 8cmCD は、まあ、家のねこういうコンポとから使えますけど、えー、車のねナビになると 8cm だと使えないんでこういう 12cm タイプじゃないと 昔はね、そういうナビでも、まあ、ホームセンターでも売ってたんですけども、8センチ c d のアダプターって売ってたと思うんですけども、知ってる人は知ってると思います。8cmCD をね、アダプター。で、真ん中に 8cmCD を挟んで、えー、インするという、そういったものが昔ホームセンターとかに売られておりました。もう今はね、そういうのは売られておりません。 8ンチ CD なんてね、えー、販売してないんでね。まあ、ただそれだけのことですね。下手にね、その8ンチアダプターつけて、まあ、あのー、車のナビとかね、そういうので聞こうと思って入れた方がいいけどね、取り出せなくなったという、そういう事例もあるとね、嫌、えー、なんでね。事例、うん。多分、 取り出せないと思う引っかかるんじゃないかなと思います。というか曲も聴けないかもしれないですね。入るだけ入った方がいいけど、再生はできないわ、取り出しはできないわってなる可能性はあります。なのでね、ちょっとこれ1000円ぐらいしましたけども、こちらにいたしました。えー、またこれはね、A、X の ST ナビに入れたいと思います。 が、まだ X は帰ってきておりません、えー。納車予定日が来年の1月の12か3ぐらいなっております。まあ、その間ね、多分もう、今日27なんてね、28ぐらい,ぐらいからトイレ,トイレベット休みだと思うんで、もう、ね、板金屋さんとかも、多分明日で仕事納めになりますよね、大体28日で。 その後ね、年、えー、またいで1月のたい7日、月曜日ぐらいから営業すると思います。たいね。でそこからまた作業を開始してで13時にできるのかなちょっとわかりませんけどね、えー。一応13時までがレンタカーの貸し出し有効期限となっております。それを超えると1日5000円のペナルティじゃないけど、<laughs> それが発生します。ペナルティみたいなもんやね。なのでね、えー、早くね、戻ってきてほしいものです、はい。ちょっと話はずれましたよね。なでしこの、これ CD のことですね。あとね、ちょっと、フィーチャーもね、2冊溜まってて、今週もちょっとまだ取りに行ってません。で明日取りに行こうかなと思って、 作ると3冊溜まっちゃいます。えー、デロリアン、三、えー、3冊か。でもまだあと30何巻は、えー、作らないと完成しないですね、えー。今年のデロリアン、今年のうちにってやつですね。ちょっとね、フレーズ違いますけどね。 まあ、あとは、うん、まあ、紹介したね。いろいろ、うん、ディシャージバルとか、うん。で、うん。で、じゃなくて、まあ、そんな感じです。一応、なでしこ。えー、キングスーパーライブを見て、えー、久しぶりに聞いてよかったんで、購入したというお話です。えー、こんなんでね、6分以上喋っております。はい。では、 うん一応、なでしこに関してはちょっと終了いたします。えっ、ー、とね、あと、アリオンで、一応、青玉に変えましたが、あんまり明るくありません。<laughs> それはそうですね、ディッシアルとか LED じゃないんでね。所詮、ハロゲンバルブに青コーティングしてあるだけなんで、そんなに明るくはなりません。 まあ一応、アリオン借りてるうちに、なんかちょっと動画撮れたらいいかなと思ってます。自動ブレーキの実験とかね。人間を実験台にしませんよ。段ボールを置いてね。フロントに、前に置いて、実際に止まるのを、皆さんでちょっと検証してみようかなと思います。 まあ、フロントもリアも一応コーナーセンサーとか、バックソナー、一応ね、ついてるんで。え止まります。自動ブレーキ。いいですね、自動ブレーキ。X も自動ブレーキついてはよかったのに。って今思いますね。後期が耐えたらな、ついてるんですけどね。中期はね、中度半端バ中のはね、ついてないんですよ。前期中期って。 えー、福井県大野市、えー、福井県はね、あし今日から雪降るってなっておりましたが、えー、残念ながら降りませんでした。で、カレンダーを見るとね、明日た、あさって、しあさって、まあ、年末ですね、日中まで、一応雪の、えー、雪だるまマークがついております。お雨か。 やべ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 入ってきた入ってきた。きただから,からみぞれっていうかあられ。<laughs> あられが入ってきますはいではねえー、こういう意今日の動画は終了したいと思いますではご視聴ありがとうございましたえーっとあとえー、本当はね新年一発目に X でちょっと覆面動画を撮ろうかなってこの間からちょっと考えておりたいたんですけどねちょっとそれは 不可能になったので、えー、赤色もね、えー、一応 X についてるんで、取ってくるわけにいかないんでね、面倒なんで。えー、アリオンでね、何かできればいいかな自動ブレーキと、あと何かななんもないな自動ブレーキぐらいかなはい、では、えー、もう10分 <laughs>。あれから4分だったんかよ <laughs>。では、今日は、えー これにて終了いたしたいと思います。またね、なんかあれば、えー、今年中、あと3日、4日か。4日ありますけども、<laughs> なんか動画上げられたらいいかなって思います。では、ご視聴ありがとうございました。じゃあい,いね。